とこちら遊園地ハートフルタウンの中のいたずらヤギのアスレチック鳥で来てみました。今遊園地ではですね、あのビッシャー遊園地という水イベントをやってるんですけれども、こちらのアスレチック鳥ではとあるものが出てくるということで、それを体験してみたいと思います。行きましょう。いやでも本当に結構ミストがあそこから出てるんですけど、本当に出航しちゃったんじゃないかっていう水が、あと風が結構切るんで、暑い夏ぴったりな涼しさをお届けできるアトラクション。じゃあゴッドスインガーに乗っていきたいと思います。見てください皆さん、ナンバーワンビッグスレエリア、ちょっとどんな感じで出るのか私もわからないんですけど、まあ、覚悟せよということなんで、自分もしっかり気持ち入れていきたいと思います。いってきます。結構似合ってるね。いやそうですね、ナンバーワンのだけやっぱあって、でも座席によって濡れる濡れないが多分ありそうです。あ、なるほど。結構しっかり水かかるんで、はいはい、冷たくなります。なるほどね。はい、続いてはジャングルファイターに乗っていきたいと思います。こちらそうですね、見てください、ナンバーワンびしょ濡れエリアということで、先ほどのゴッドスインガーと同じくびしょ濡れナンバーワンということなんで、ちょっと自分も覚悟して乗りに行きたいと思います。じゃあここにします。よいしょ。ひっ、あー膝が狭い。それではジャングルファイタースタートです。こ
ちらからの間でシューティングタイムがスタートします。手前の出場で上下の走今すごいですね、ジャングルファイター戦ってきたんですけど、多分私以外乗ってる人いなかったと思うんですよ。誰かにめちゃくちゃ撃たれてると思う。今左側がすごい被弾してしまったんですけど、映ってましたかね。誰かに撃たれちゃったんですけど、謎の、ね、パイロットに撃たれたね。皆さんも乗ってちょっと謎を解明してみてください。かなりでもびしょ濡れになるんで、暑い夏ぜひ乗ってみてください。はい、はい、では次ドロップツイストに乗っていきたいと思います。ドロップツイストは今年の、ね、2月に新しく、オープンしたアトラクションなんですけど、まあ、1年目ながら、今年も実写遊園地参戦ということで、ちょっとどんなアトラクションなのか乗っていきたいと思います。ちょっとここに乗っていきます。東武ズーキーパーチャンネル、チャンネル登録よろしくねー。